C サイモントン療法の効果とその実例このような単に思いを巡らすだけのイメージ療法でがんのような難病が治るのかについては疑問を持つ人も多いと思いますがサイモントン博士の報告によれば次のような驚くべき治癒の報告が存在していますその初めての症例は1971年にサイモントン博士が治療した 61歳男性の頭患者でしたこの患者の病状は末期状態に呈しておりどのような積極的ながん治療法も単に苦痛を増すだけと思われる状態でしたしかしこのような病状にもかかわらず以前より続けていた放射線療法にイメージ療法を併用したところおよそ2ヶ月間で 末期状態にに近かったたた。頭が,んが完全に消滅ししのでしたその後この彼はイメージ療法を応用して関節炎などの他の病気も治癒させより元気な生活を送ったというのですこの症例がサイモントン博士がイメージ療法のがん治療効果を確認した記念すべき第1号となったのですその後サイモントン博士は4年間で 159人のがん患者にイメージ療法による治療を試みました。この159人のがん患者はすべて西洋医学的に見て全く治る見込みのない末期患者でその平均余命は約1年くらいであろうと推定されていました。それにもかかわらずがんが消滅・完全治癒ないし・な内し み完全に治癒したわけではないが縮小することした人が36名約23%病状が進まず安定している人が17名約11%と合計51名約32%に何らかの成果が得られたのでしたまた不幸にして死亡した人たちも通常の治療だけを受けていた人たちと比較して 1> 約1.5倍の生存期間の延長が見られたと報告されています。この治療結果は、従来のがん治療の常識を打ち破る画期的なものですが、なぜか、日本ではほとんど知られておらず、治療に取り入れている医療機関はわずかしかありません。次に、イメージ療法による完全治癒の実例を示します。以下のギャレットとヘンソンの治癒例の逸話は、 川竹文雄氏の著書「幸せは癌が,がくれた」から引用しました第1例目はアメリカカンザス州のギャレット・ポーターという少年の有名な逸話で日本でもテレビで放映されましたギャレット・ポーターの治癒例1978年9月9歳の少年ギャレット・ポーターは脳腫瘍脳の悪性腫瘍と診断されました ギャレットの脳腫瘍は手術不可能な状態で直ちに放射線治療と化学療法抗がん剤が開始されましたがその効果はほとんど見られず絶望的な状態でしたこのことに衝撃を受けたギャレットの両親はがんに関する書物を読み漁りましたこの結果両親はギャレットの発病の原因には 何か大きな心理的問題の影響があったのではないかと考えました。なぜなら、ギャレット少年は、発病前のわずか1年半の間に、祖母をはじめ、3人の近親者の死を体験していたからです。両親は、その喪失感による心理的ストレスが、ギャレットの脳腫瘍発病の原因になったのではないかと推定したのです。両親は、 ギャレットをメニンガー研究所に連れて行き、心理学者パトリシア・ノリスによる心理療法を受けさせることにしました治療に先立って両親はギャレットに対してギャレットの病気は脳の悪性腫瘍癌で何も努力せず放置すれば死に至る状態であるとはっきり宣告したのですこのような不治の病の子供への死の宣告は 日本人的感覚からすれば残酷に思われて日本ではめったに行われていませんがアメリカでは時々行われています発病後2ヶ月目からギャレットはノリスの指導の下でサイモントンが開発したイメージ療法を開始しました治療に使うイメージの内容は通常は患者が自由に選択しますギャレットは最初 自分の体内を旅行して体の中を監視して回りハンバーガーのようなぐちゃぐちゃした脳腫瘍の塊を牙を持った白血球がガツガツ食べる情景をイメージするようにしました右図にギャレットが自らのイメージを描いた絵を示しますしかしギャレットはすぐこのようなイメージに飽きてしまいました代わりにギャレットが思いついたイメージは子供らしく 白血球と脳腫瘍の戦いを頭の中で宇宙戦争が起こっているというイメージに重ね合わせることでしたこれにはちゃんとしたストーリーがありましたギャレットの脳は太陽系でそこに脳腫瘍という悪の惑星が侵入してくるという設定です悪の惑星の太陽系への侵入によって宇宙戦争が始まるのですが ギャレット自身が悪の惑星脳腫瘍をやっつける戦闘機体の隊長で指導者のノリスが管制塔の司令官という役割を果たしますつまり白血球などの免疫システムが戦闘機体となってレーザー砲やミサイルで悪の惑星である脳腫瘍を破壊するというわけですこの情景を毎日頭の中で繰り返しイメージしたのです ギャレットとノリスはイメージ療法専用のテープまで作成して使用したのです。左の図はギャレットが頭の中にイメージした宇宙戦争を具体的に絵に描いたものです。しかしイメージ療法を開始して半年経過した翌年の2月の CT スキャンの結果脳腫瘍は一層大きくなっており医学的には。 あと半年の命であると診断されたのです。それでも、ギャレットとノリスは決して諦めず、根気よくイメージ療法を続けたのです。この頃のことを、後に、ノリスは次のように言っています。完全に治せるとは思えなかったのですが、それでも治る可能性はあると思っていました。それに、ギャレットの場合、 死の可能性を認識させることが必要だったと思います。実際に彼は死の可能性を認識した時に初めてよくなり始めたのです。結局大切なことは自分の身体に起こっていることをはっきりと自覚して意識的に腫瘍を破壊することなのです。一方、ギャレットは次のように回想しています。とにかくその頃 僕は怒りを持っていました。なんで、僕ががんにならなきゃいけないんだって。がんなんか絶対に破壊してやる。完全になくしてやる、と思っていました。僕の命を奪おうとしているんだったら、そんなの絶対に許せない。お前は、一体なんだなんだ。何のつもりだ。破壊してやるぞ。そして、治療開始から。 およそ1年経過した1979年の10月、ギャレット少年は神秘的な事態に遭遇したのです。いつものように宇宙戦争のイメージを頭の中に描いていてみると、どこを探しても、ワルの惑星、脳腫瘍が見当たらなくなってしまったのです。このことで、ギャレットは脳腫瘍の消滅を確信したのです。喜んだギャレットは、 これを両親に伝えましたが信じてもらえませんでした。さらに、医師に CT スキャンの検査で脳腫瘍の状態を検査してくれるように頼んだのですが、治るはずがないと思っている医師は、検査するだけ無駄であると言って、検査にすら応じてくれませんでした。ただ、ノリスだけはギャレットの地位を信じていました。ところが、 5ヶ月後の1980年2月に思いがけないことが起こりましたギャレットは自宅の階段から転げ落ちしばらくは動けないほど頭を強く打ったのですそして翌日嘔吐したのです驚いた医師は脳外傷の可能性を考えてギャレットに CT スキャンの検査を行ったのですこの結果 ギャレットの脳腫瘍は完全に消失していると診断されたのです。とうとう、ギャレットとノリスは、癌との戦いに勝利したのです。この奇跡的な結果について、ギャレットを治癒に導いた心理学者パトリシア・ノリスは次のように語っています。医師は、私に、ギャレットはどこで手術したのかと聞くのです。もちろん手術などしていません。 みんなはとても驚いていましたが、私にはギャレットの脳腫瘍が消えていることは以前から分かっていました。ただ、それを CT スキャンの検査で客観的に確認できたのは、やはり大きな喜びでした。ギャレット・ポーターは、現在は成人し、手足が少し不自由であるという後遺症はあるものの、元気で働いています。彼は 自分にについいてて次のように語っています僕には特別の能力なんかありません。見ればお分かりでしょう。誰でもがんになる可能性はあるし、もちろん誰にでも治すことができるのです。ただがんに勝つためには、どうしても肯定的で前向きな態度を取らなければならないと思います。諦めないで自分で努力して。 何ととしても生き延びるんだという意思が必要ですどんな治療法を試すにしても自分は絶対がんに勝ってやるんだという気持ちと態度が肝心なんだと思います僕が何か特別に幸運だったんじゃないかとか特殊な能力があったんだろうとかよく質問されますでも僕自身どんなに振り返ってみても特別な ところなんんか何にもありませんよそんなことを気にするよりがんに勝つのかそれとも諦めて負けてしまうのかそれを患者自身がすなわちあなた自身が選ぶことができることをしっかりと覚えておくことが大切です僕はもちろん戦って勝つ方を選びましたでもこんなこと何も特別じゃないでしょうだって たった9歳で死ぬわけにはいかないのですから何歳だって同じことです誰だってがんなんかに負けて死ぬわけにはいかないんですただ勝つためには毎日毎日いつもいつも努力しなければなりません何があっても人生は立ち止まって待っていてはくれませんそれが人生ですどんなことがあっても最後まで生き抜くことです とにかく挑戦することです。挑戦あるのみです。トライギャレットのようにイメージ療法でがんを完全に治癒させたという実例がちゃんと存在しているのです。しかし誰もがギャレットのようにテレビゲーム感覚でがんを治せるとは限りません。第2例目は イメージ療法に心理療法を併用し白血病を克服したリード・ヘンソンの物語です。